女子アナの夜会。金曜夜10時過ぎ。飲み放題。そこには足取りもおぼつかないほど酔った一人の女の姿が。大丈夫。彼女は元日本テレビアイドルアナウンサー瀬山真理子34歳。日テレ朝の情報番組おはよんのメインキャスターを務めたが、2010年29歳の時に退社。その後フリーとなったものの目立った活躍もなく今に至る。実は前回そんな瀬山の夜会を覗き見。するとプロレスラー2人とお姉系カリスマ美容師の4人でその夜会は始まった。スタートから1時間後、超熱くなっちゃった。そうだよ。徐々に酔いが回ってきたのか、均衡法制な女子アナらしからぬ絡み酒に。何なの、みんなそんなまっとまでさ歩んでるんですか。うわもう最悪だわ。真剣にその時は最善だと思ってやってきたわけじゃないですか。不安だわ。でも失敗しちゃうこともあれば、それがでも失敗かどうかなんて人生終わってみなきゃ分かんない。やってみたら分かんない。誰が決めるの。そうそうそう、正解を歩んでる人がいたら私正解ですって出てきてほしいもん。うわこれ地獄だな。そして開始から2時間後行きましょう。先生どこ次行きましょう。どこに行きましょう。ああ、それですよ。もちろん、もちろん。マジ社長、お疲れ様です。お開きかと思いきや2軒目へ移動することに。というわけでここから瀬山の夜会第2部がスタート。このあと我々は芸能界での生き残りをかける崖っぷち女子アナのあられもない姿を目撃する。女子アナの夜会2軒目はここです。あ、あったあったあった。ここです。ようちゃんです。ああ、ようちゃん。新宿2丁目のゲイバーようちゃんち。ここは瀬山が日テレに入社して以来10年以上通い続けるゲイバー。よろしくお願いします。夜会開始からすでに3時間。ここまでで瀬山が飲んだ酒は計6杯。いつもなんかここ来てとりあえず、うん、あの飲んでると自分を取り戻す場所だよね。そして30分後、ようちゃんごちそうさま。自分を取り戻し3軒目へ移動することになったのだが、帰り際マスターのようちゃんに。マリコね、今ね水着とかやっちゃってんだよ今。そうだよ、だっていいんだよ。ほら持ってんだ。大したもんじゃないの。これ一流雑誌だよ。実は瀬山テレビから消えかけた今年1月一発逆転をかけ、アナウンサーとしては異例の水着グラビアに挑戦していた。まさに崖っぷちに立たされている状況だが、こんなビッグチャンスないから、うん、この波に乗ってくんだ。何でもやんだりするよ。もうようちゃん精神で頑張ったよ。ようちゃんが何でもやれって言うからやってみた。何でもすんの。そう、ようちゃん精神って何だよ。ちょっと次はね、カラオケじゃね。そう、波に乗れるかどうかはさておき、おぼつかない足元で近所のカラオケ店へ。飲み放題だって。ここで夜会開始から4時間、主謀である瀬山は自らの狩猟の限界ギリギリまで飲んだ。私枠っていうものに入ったことがないの。なんか人間ってすぐ決まりとか枠とか決めて、枠にはまんないやつのことを罵倒するとか。人間ってどう思います。いやもうお前は枠ないよな。枠にはまりたくない、そんな思いを吐き出すように瀬山はひたすら叫び続けた。一体何が瀬山をここまでさせるのか。すると34歳崖っぷち女子アナの本音と覚悟を語り出した。そのなんかよく言われるんでしょ、2日3日4日と5人に5連絡したんです、うん、目指したいからなってるんじゃないのとか、適当になったから
でうまくいかなかったからタレントになったんじゃないのとか。全然違います。私これだけは言えるのは結構必死で頑張ってます。うるせえブスね。酔っ払っちゃってるから。アナウンサーの仕事に対しては真摯に認めてたし、下手くそながら、でも下手くそだけど一生懸命頑張るってところはやっちゃいけないんですかっていう。うまくできる人だけがやっていい世界なのかわからないですけどね。チャンスがあれば一生懸命頑張るしやるし、グラビアやらせていただけるんだったら腹筋割れるぐらい頑張るし、遊ぶ時も一生懸命やるし、飲む時だって。遊ぶ時一生懸命邪魔だよ。仕事してるよバカ。飲むなら全力で飲む。飲む飲む全部全力飲む。飲むんじゃねえよ。それが全てです。私さやかもともと負けからのスタートなんで、本当の負け組に謝ればかり。負けからのスタートなんで。女子アナとは思えぬ路列、聞きづらいがこれが瀬山の本音。フリーになったら悔いはないですか。ないです。一度もないです。悔しい顔してんじゃないですか。一回も後悔したことはない。後悔だらけだろ。そしてスタートから5時間経過し、お疲れ様でした。夜会終了。またね。飲むぞ。まだ帰る。帰る。後日瀬山本人からは飲みすぎてしまったとの反省の弁とともに、放送しても OK ですの返事が。そこに我々は全てをさらけ出すしかないと腹を決めた崖っぷち女子アナの覚悟を見た気がした。瀬山から追伸、桜井さん、有吉さん、こんな私芸能界で生き残っていけるでしょうか。ご立腹ですね。ただただムカつきますね。もう一番嫌いな女ですね。酔っ払ってあのテンション最悪。もう地獄の時間。社長優しかった。社長優しい。やっぱプロレスラー器がでかい。いやーちょっと衝撃的ね。でもね本当ね。いやこれだって今のその瀬山さんとして見てるから、うん、なんかちょっと笑ってみられるけど、うん、あの朝の情報番組出てる瀬山さんのままのイメージで見たら結構衝撃的ですよ、うん、そうよ。カラオケでこんなになって、うん、おはようんじゃないですかね。でこっちのプロレスラーさんもこう見てたからね。がっちり見てるからだからこれそういう意味ではさ、今朝の番組やってる人たちもさ、ああいう本性があるっていうわけだからさ、そう思うと興奮するね。だいぶ曲がった見方ですけどね朝の情報番組の。いやまあでもなんかまあ辛いんだろうけどね本人的にはね。それはよくわかるけど、うん、いやだけどちょっとやっぱまだまだちょっと同情するようなレベルではないね。そっか、うん、もうあと私も、ま、もともと負けからのスタートなんですって言ってたけど、うん、いや そうじゃないでしょ。そうじゃないですよ、ね、全然もう勝ち組も勝ち組ですよ本当に、うん、本当の負け組に殺されちゃうって言ってましたよね。おっしゃる通り。有吉さんその6年7年くらい、はい、まあ、そうテレビに出なかった時期あるじゃないですか、うんうんうん、しんどさもがき方みたいなところだと、うん、もしかしたらなんか共通するところがあるのかなとも思ったりしました。そうね。いやでもねこれ人のこと言えないよ。やっぱりあんな酔い方してたよだからなんじゃないですか。なんか自分見てるみたいだから嫌なんで、ね、なんかもう謹慎憎悪みたいなね。あの時の俺をみたいな。俺金ないんだけど上島さんが絶対酒飲ませてくれた。逆に言ったらだってほら瀬山さんと言ったら有吉さんこう、うん、あのお話が重なる部分があるかもしれないってもあったから、うん、ありそうだけど絶対飲みたくないまたもう一回ぐらい見たいね。あ、見たいね。で、あれ酔ってあのまま本当に帰んのかも見たいしね怖いな。怖いよねというわけで本当に瀬山がちゃんと帰るのか、我々は今後も瀬山の夜会を監視し続けることに決めた。果たしてどんなことになるのか追ってご報告します。